よくここに来るお客さんには、このおでこのことですかとか、あと牛のことですかなんて言われるんですが、まあ、ちなみに、まあ、牛はペコと、まあ、訛りで言うんですが、そういった張り子のことを、張り子の人形のことを訛りで、デコ人形と呼んでたんですよ。やはり何百年に一度の大震災で、私もすごく驚いたんですよ。で、それまでは意外と私の勝手なイメージかもしれないですけど、福島県はそんなに地震がない、地震には強い土地だと思っていたんですが、今回の本当に、まあ、誰もそうだったと思うんですが、予想外の大規模な地震、そして、まあ、私の方はですね、まあ、建物とかの被害はあまりなかったんですよね。はい、ただ影響があったのはやっぱり原発事故による風評被害、それで起きてから、その後はもう予約入ってたお客さんも全部キャンセルになったり、1年過ぎたんですけども、まあ、去年の場合ですともう半分、例年の半分以下のお客さんになってしまった。で、現在はちょっとずつ良くはなってると思うんですけども、まあ、まだ厳しい状態は続いているような感じがしますね。震災後、いち早く復興に方向を向けたいっていう前向きな気持ちが私はありまして、それぞれのジャンルの人が自分のできることで何かしらここを復興に向けてやってると。であれば私は何ができるだろうかって考えた時に、私は張り子職人、そしてだるまを作ってると。そういえばだるまって、祈願の意味もあるよな、であれば復興を祈願しようと。で、それだけではちょっとメッセージ性が薄いなということで、であればそこにみんなに応援メッセージを寄せ書きしてもらおうと。昔から婚礼用のだるまとか白いだるまを作ってですね、祝いメッセージとか、そういった習慣がここにはもともとあったんですよ。そういったものからヒントを得てですね、こういった状況を福島県がなってしまったということで、まあ、いろんな人から応援メッセージをもらって、なんか復興のシンボルになれればなと、復興だるま作って今はテントに飾らせていただいてるんです。おかげさまで震災後ですね、日本各地、まあ、特に関東圏なんですけども、こう応援いただきまして、物産展とかにスペースをいただいたんですよね。大きなだるまを持ってって、メッセージお願いしますということで、多くの人から応援メッセージいただいて、今もうびっしりいただいた状態ですね。はい。